本郷和人さんと大資料編纂所と工藤美代子さんの対談もですね、これ愛子様が天皇になる日っていうタイトルなんですけど、なかなか面白いんですよ。工藤さんはね、やっぱりその皇室関係者にですね、非常になんていうか強いルートがありましてですそうね、ですいよろんなね。話を直接聞いてられるんでね。で、その工藤さんが紹介している話で、これはノンフィション作家の奥野修二さんが書いた「天皇の憂鬱」という新潮新書でね、最近出たので、読んで衝撃を受けたと。その後書きにこう書かれていた。ある人物によると、これは奥野さんが書いてるわけね。ある人物によると、天皇はゆくゆくは愛子内親王に天皇になってほしい、だけど自分も長く元気ではいられないだろうから早く議論を進めてほしいとおっしゃったそうである。この後書きに書いてある。これはその重大な発言ですよね、もし本当だと。本当だった別らに嘘もうとか言ちょっわないと、と、嘘は書かないと思いますけど、奥野さんは、その本当にちゃんとしたノンフィション作家ですからね。だから、そんないい加減なことを書く必要もないしね、書かないと思うんだけど、だからこれは多分おっしゃったんだと思いますけどね。発言の信憑性は高いんですかというと、少なくとも宮内庁の考えなのではないかと思います。陛下というよりはね。宮内庁でしょう。もう女性宮家を作ろうとずっと画策しているようにしか思えないですからね。これまで女性が天皇に即位したことはありましたね。日本の歴史上、女性の天皇は8人、そのうち6人、うち2人は長宗、1回引いて再び天皇の地に就くことは平安時代に入る手前で出現しています。ただそれまではあくまでも男系の中継ぎとしてということが常に言われてきました。そうしますと、もし仮に本当に陛下と美智子皇后が愛子様を天皇にすることをご希望だとして、生前退位をご表明された時のように、悠仁さまに譲るまでの間の中継ぎとして天皇に即位させたいというメッセージをお出しになったとしたら、これに反対する国民はほとんどいないと思います。反対できる国民は。いないでしょうね、と本郷さんも言ってるんだけどね。いや、どうなんで思すえか。ば陛下の御大宣変 言にじゃ対ないしですか、てこれは。納得するという国民が世論調査で9割以上も上りましたと。私を含め多くの国民が天皇皇后両陛下のこれまで積み重ねてこられた素晴らしいお務めに対して深く感謝するとともに、今まで本当にお疲れ様でした、どうかゆっくりお休みになってくださいという思いを持ったのではないでしょうか。ご大臣のお気持ちを示されてから、両陛下はより一層お出ましが増えた気がします。一人でも多くの国民に直接触れ合いたいという思いがおありなのではと拝察します。その一方で、あくまでこれは私見ですが、御大宣言をなさったのは、やはり皇室典範は何とか改正してほしいとの両陛下のご希望の表れだったのではないかと思えてならないと。これは工藤さんのご意見ですけどね。実は本郷さんも、実は私も皇室典範をもう少し考えようよという天皇陛下のメッセージだったのではないかという気がしていました。皇室典範には、生きている以上はずっと天皇であり続けるということが明記されていますから、皇室典範を改正しない限り正殿退位はできない。皇位継承者についても皇室典範第一条では皇統に属する男系の男子と定められています。したがって、もし仮に愛子様が天皇に即位される場合は、皇室典範を改正する必要があります。さらに、ご結婚となれば、今の皇室典範では皇籍がなくなりますから、愛子様が適齢期になられることまでには改正の道筋をつけなければならない。御大宣言は両陛下の皇室典範改正を望むご意思の表れだったのではないかと考えて、私にとって天皇の憂鬱に書かれ、天皇はゆくゆくは愛子に内親王に天皇になってほしいという記述にハッと刺されたんです、とこう言ってるんですけどね。相当これハードル高いんですよ。秋篠宮もいらっしゃいますからね。そうですね。しかも、もし仮に愛子様がご結婚なされ、親王がお生まれになり、次の代の悠仁様に男児がお生まれにならなかった場合、愛子様のお子様が悠仁様の次の天皇になるのは当然ではないかというのが世の趨勢になるのではないかと。すると、これまで続いてきた男系男子の皇位継承が崩れることになる。そういうことも考えられるな。皇族復帰しかないですよね。だから皇族復帰も、で、皇族たちがその素直に復帰するかどうかっていうのも問題だしね。人数はめちゃくちゃいるんで否定すしてますよね。ね。否定してる人もいますめよちゃくちね。ゃ人数もいるし、もう70年経ってね、復帰できるのかと。亡くなられた三笠宮孝仁殿下も、友仁殿下も、その皇族への復帰と旧宮家のおっしゃられており、
お二人も女性党のには反対の立場でした。そうですね。ですが、はい、岸宮様は2017年誕生日の記者会見で、仮に皇族の人数が減少したとしてもそれほどの影響は出ないのではないかと思います。やはり現状ではその人数の中でできる範囲で、できる範囲できる仕事をしていくのが適当ではないかと思っておりますとおっしゃったと、それを聞いて私はこれ工藤さんが言っている旧宮家の復興という方向はないのかなという印象を持ちました。いや、これはやっぱり皇族の意見で決めるもんじゃないですからね、はい、全部聞いてしまうと、あの本当にお家騒動に発展して逆に皇室が危なくなるきっかけになりますからね。これなかなかね刺激的な対談なんだよこれ、はい、刺激的です。でもそう、はい、対談としてはすごく愛子様が天皇に即位されたとして本当に一つ目のハードルは天皇陛下のお婿さんになる男性が現れるのかどうか。私はお婿さんは現れると思います。工藤さんね、ただ非常に危惧していることは今後皇室を経済的に利用しようとする人たちが出てくるのではないかということです。はい、秋篠宮殿下の内親王眞子様と小室圭さんとのご結婚延期の際、はい、一時金約1億5000万円が話題となりましたが、はい、中には皇室は金銭的利用価値があると見る人たちも出てくるのではないかと。いや、もうその通りですよ、うん、一時金は皇族の女性が一般の男性と結婚して皇族の身分を離れた場合に支払われるわけですね、はい、眞子様は一時金を辞退してニューヨークで小室さんと一緒になればいいといったことを平気で言う人が大勢いました。うん、いや、いました、いました、いっぱいいましたよ。一時金なんてとんでもない私との出来が疲れるのは嫌だと。しかしこれは極端な話ですが、一時金がなくても眞子様ほどの知名度があれば自伝を書かれたり講演をなさったり CM に出演したりと働こうと思うならその手段はいくらでもあることは事実です。それを利用しようとする人たちが出てくるかもしれない。いや、そうなんですよ。とかく今はお金儲けや経済的な裕福さが人々の関心を集める世の中ですから、そうしたよこしまな考えを持つやからが今後皇室に近づかないとは限りません、うん、まあそれはそうなんだな。いや、だって女性宮家とかを認めるってことは、うん、あの一般参賀の日に小室圭君があそこに並ぶってことですよ、うん、とんでもないですよ、うん、本当に、うん、広人殿下がいつもおっしゃっていたのは、昔は天皇の半平という意識を持つ人が何人もいたということです。時には耳に痛いことも言った。ところが今はいないと。皇族というのは高松のおじさまが言ってたように権勢であって権力ではない。このまま今に皇室はなくなってしまうんじゃないかと嘆いておられました。本郷さんが実際に言ってるのはその経済的に利用されるという面もあるんだけど、逆に政治面でも利用されるという権勢があるんじゃないかと。特にその皇室外交というのはいかがなものかと言ってますね、うん、はい、確かにそういうのはあれなんで、皇室友好皇室親善なら分かりますが、外交は本来なら外交官の仕事、うん、皇室外交という言葉自体に違和感を覚える、はい、この大和田さん件ですよね、うん、そうですね、大和田家の、まさかの下手な外交官にも有能ですから、もし政子皇后が皇室外交を積極的に展開したいと望まれたら反対できる人はいないでしょう。また政子様のお父さんである大和田久志さんには何かと風分があります。政子様が皇后になれば外籍に当たるわけです。大和田さんは国連大使など華々しい経歴の外交官ですが、自分の娘が皇太子妃であればそういった役職への就任は辞退するというやり方もあるはずです。ですがそういう感覚をお持ちでないらしい、はい、そうですね、うん、雅子様に対して大きな影響力を振るったり外務省に影響力を行使するなど、どこかで現代の外的の範疇からはみ出してしまう可能性もあるかもしれません。いや、そうなんですよ、ね、非常にスタンドプレーをする可能性が、うん、たださっきも言ったように、はいはい、もうややそういう認知症気味のになってるっていうから、はい、そこまでできるかどうか分かりません、はい、これは。いや、もうここの本郷さんがもう危険な指摘をしているんですけど、うん、この例えば仮に次の天皇皇后両陛下の強いご意思で韓国をご訪問され、うん、そうそう、慰安婦の方々に謝罪を示してしまったらどうなるのか、うん、そういった危険もありますね。本当に、いや、本当そうなんだ、これ寝れなくなります、これ鳩山みたいな考えたら、もうこういう形に、ね、うん、なってしまうと、もう、もう寝れないですよ、本当寝れないです、これ、シャレにならないです、これ、危険な対談でしたね。いや、危険というか、ね、考えなくちゃいけない、まあ、そうです、あらゆる角度から指摘してる、はい、わけですよ、指摘してる、はい、素晴らしい、この対談自体が危険というんじゃなくて、はい、やっぱりそういうことまで考え、そうそうそう、逃げて、いろんなことを考えろと、こういう話ですよね、そうです、本当に、うん、そういう意味では、すごい、うん、すごい話でしたね。そうなんだよ、はい、いい対談なんだよ、これね、ちゃんとこう左派が読んだら、うん、もう利用しようと思いますよ、うん、で保守派の人がこれを読んで、うん、ちゃんと、もうね、特例法とか
は危ないっていうこととか、うん、それから皇族皇族のね、うん、復帰を考えないといけないっていうふうにならないと、うん、本当に危ないと思いますね、うんうん。